あとはここで54狙って終わるんでお願いします。54狙うっていうのかもしれない。54狙うルアーしか投げない。はい、久しぶり。丸坊主かと思いました。危ねえとこだったね。ギルフラットを、ギルフラットスイマー釣れましたよ、ね、下から浮いてきてバクッ。あんじゃない、いいか。40、口を閉じてもらって44、443、はい、443いただきましたよ。久しぶりの登場、ギルフラットスイマー島バース。じゃあ逃がします。こんな感じのセッティングで食ってくれました。じゃあ頑張ります。今の気持ちよかったな。口が全部開いてこれが全部口の中に消えんのが完全に消えたなと思って、じーっと見てうわーって食って口が開いたと思って、あ、ルアーが見えないと思ったら、なんかギルフラットスイマーって頭に水が入ると超デッドスローシンキングなんですよ。こういう感じで空気をこう抜けると抜けてデッドスローになるんですよ。この沈下のアクションで食わせるみたいな、下手に何やるっていうよりもこう投げた状態だとフローティングでこうなっちゃうんで、これでトゥイッチすると頭に水が入ってちょっと一個入るんですよ。そのごくデッドスローシンキング、うん、たまたま今のと、あとあのトズラで原さんのそばで釣ったあれも追ってきてもどうしようもねえなと思って沈めたんですよ。したらバスがスーッて追っかけてって、よっしゃ、くっ、よっしゃ、モンスターが出た。これはでっかいっしょ、ギルフラットスイマー。
ってったなと思って見えないぐらいまで入れ込んでったら糸が走ったんだけど、鬼合わせって感じ。よし、ああでかいの食った。よし、ああ下から45アップ。